ご視聴ありがとうございます。この動画は W リーグ22から23シーズンエネオスサンフラワーズと富士通レッドウェイブ第2戦のレビューです。この動画では全体の振り返りという感じではなく、試合で活躍した選手を各チーム3人ずつピックアップしてご紹介していきたいと思います。ゲーム1でまさかの大敗をしてしまったエネオスですが、ゲーム2では心機一転、好調な滑り出しでした。オフェンス面では長岡選手を中心に中と外で噛み合った攻撃を展開、ディフェンスでも素早いヘルプで富士通の速い連携に対応できていました。対する富士通はゲーム1同様に町田選手のゲームメイクでオフェンスを展開、速いパス回しでフリーを作っていましたが、エネオスのディフェンスが対応しシュートまでいけていない感じでした。後半までエネオスペースで進んでいた試合でしたが、第4クォーターに入ったところで富士通が一気に猛追、エネオスは疲労からかイージーミスも重なり、富士通はギリギリで追い越し劇的な逆転勝利を飾りました。まず1人目は町田瑠唯選手です。アメリカ帰りで確実にレベルアップしていますね。今試合でも的確な状況判断とミスの少ないプレーで富士通をコントロールしていました。富士通のパス回しは今のところおそらくリーグトップで、その起点である町田選手のプレーが非常に重要です。ディフェンスにおいても積極的にカットを狙ったりと攻守において大活躍でした。2人目は内尾明菜選手です。ディフェンス職人として有名な選手ですが、今試合では後半のオフェンスで大爆発、10点差がついたところから3を連続で沈め、富士通の逆転の糸口を作りました。177センチとサイズがありながらも運動量も高いので、フリーにさせたら確実に狙ってくる怖さがありましたね。3人目は宮澤ゆき選手です。得点力のあるベテランということで、富士通の苦しい時間帯は宮澤選手が踏ん張っていました。オフェンスだけでなくインサイドで渡嘉敷選手を止められるというのもサイズのある宮澤選手ならではというところですね。スリーポイントとドライブを使い分けるプレーでエネオスを最後まで追いかけ逆転を達成しました。まず1人目は渡嘉敷来夢選手です。ゲーム1では16得点7リバウンドとエネオスのゴール下を支えましたが、ゲーム2でも大きな存在感を発揮していました。富士通の藤本選手を相手にポストアップしてパワープレーで点を取るという基本の動きで圧倒していましたね。リバウンドからのゴール下も精度が高く、さすがのプレーという感じでした。2人目は長岡萌子選手。移籍してから積極的にオフェンスに参加していましたが、今試合でもその姿勢は変わらず、インサイドのポストアップやアウトサイドシュート、渡嘉敷選手との合わせと様々な形でエネオスの得点に貢献しました。困った時のフィニッシャーとしてどこからでも点を取れるというのはエネオスにとって大きい存在です。3人目は宮崎沙織選手です。町田選手とのマッチアップということでかなり難しいところですが、しっかりとガードとしての役割を果たしていました。要所要所で隙をつくスピードのついたドライブもあり、富士通のローテーションの崩れを的確に指していました。スリーもあり、宮崎選手は経験を積んで本当に安定してきましたね。最後はバテてしまったようにも見えましたが、これだけの運動量で出続けるのは難しい気もします。エネオスは痛すぎる2連敗を喫し、富士通は開幕4連勝と絶好調のスタートでした。エネオスは序盤良いディフェンスができていたものの、今回も4人が30分超えと主力のプレータイムがかさんでしまい、最後はスタミナ切れを起こすパターンが多いですね。なんとかローテーションを組んでバランスの良い采配を期待したいところです。富士通は町田選手を中心にパスの流れが良く、フィニッシャーも揃っているため、ここからどこまで連勝が伸びるか楽しみです。